打球であれば変えてくると思います。そうですね、外野は極端な前でありません。中間守備隊またゾーンを上げてしっかり叩くという、追いつきましたが一気に追い越したいこの中盤5回です。来るか、セーフティースクイズだ、トスはどうか、タッチセーフ、谷川が帰ってきた、帰ってきました、3対2。マキノンが出てきて素手でボールを落としましたが、ちょっと高かったですね、タイミングどうかなと一瞬思いましたが、でもやっぱり足が速いですよね、セーフティースクイズ、スタートちょっと遅れてるんですか、確かにこの浮いた分だけやっぱり手が入ったって、もうちょっと引っかかったら分からなかったですね、引っかかったらアウトじゃないですかね、まあ、送球のタイミングは悪くありませんでしたが、